現在15位の京都サンガ FC なんですが、ここ4試合は2勝1分け1敗と勝ち点を積み上げることができつつあります。夏のブレーク期間を前に現在3位につける好調名古屋をホームに迎える一戦です。それではホームの京都サンガ FC のスタートと予想フォーメーションです。こちら 4-1-2-3 と予想しました。名古屋グランパスのスタートと予想フォーメーションです。こちら 3-4-1-2 と予想しました。山崎フルスタイル戦です。木下、中谷がつきます。クロスが入る、落としたところ、シュート、落ち着いています。名古屋の守護神、最後福岡新平が飛び込んでいきました。さあセカンドボール、山崎スルーパス出る、トヨコ平戸浮かしたシュートだ。ここはランゲラックです。今シーズンの京都はこのセットプレー、非常に多彩な仕掛けを施してきます。ボールの位置は平戸です。直接行ってきた、リバウンド、ポジションだ、押し込んだが、京都の選手たちはゴールラインを割ったと主張しています。ゴールの判定です。先制は京都サンガ FC、混戦の中先制ゴールを押し込んでいきました。セットプレーからの得点でした京都。まあ、ここの最初の福田選手のこのフリーキックも入ってもおかしくないような弾道でしたけども、はい、まあ、よくランゲラック選手は触ってましたし、まあ、ポストに当たってましたけども、まあ、ここをね、やはり金子選手が浮かしたことで、まあ、ポストに当たって跳ね返りっていうところ最後まで集中しましたよね。あそこにトラップしてしまうと多分相手に、取られてしまうので、まあ、浮き球でやはりこう難しいですけども正確にゴールに、はい、まあ、名古屋は、ね、流れの、ま、悪いまま、まあ、散ってしてしまったので、まあ、ここを流れどう変えていくのか自分たちのものに。ユンカーだー、振り抜き球、ユンカー左足振り抜いていきました。ボールの位置にはマテウス・カストロです。狙っていった、ここは落としきれませんでした。中谷、マテウス、ハイクロス、マテウス、ツーサブスだ、まだある、シュートだー、名古屋追いつきました。泉右足一閃、名古屋が追いつきました。1対1。いやー、ここのねセカンドボール拾うの早かったですよね。マテウス選手、このクリアボールをしっかり泉選手は詰めてましたし、ここをトラップしてからシュートまで非常にスムーズでしたし、冷静に、ね、コース見てましたよね。いや、素晴らしい抑えの効いたシュートでした。右左で井上のクロス、胸トラップ、福岡落としたところ、福岡、さあユンカー、ユンカーが強さを見せる、ユンカー、うまい、ユンカー剥がした、ユンカー、まだ持つ、ユンカー、まだ行く、ユンカー、シュートだー。ここはクロスバーを叩きました。ユンカー、凄まじい個人技を見せました。いや、素晴らしい突破でしたね。突破からのシュート決まっていればものすごいゴールでしたね。いや、素晴らしい、この、まあ、1人2人、まあ、最後3人目も
かわしにかかりましたからね、ここもね、バター抜いてますし、まあ、最後のシュートもしっかりと枠捉えてましたしね、はい、まあ、バーに渡りましたけども、泉、佐藤が狙っていた、佐藤、こぼれるな、パトリック、いや、まあ自分がね奪われたボールなんでね、泉選手よく最後までね、はい、ディフェンスしましたよね。蒸し安さの中でのゲーム、代わって入ったパトリックです。パトリックだ、パトリック決めました。後半アディショナルタイム、エースが決めました。パトリックを決めました。今シーズン9ゴール目、ホームの京都3連市、アディショナルタイム勝ち越しゴールが生まれています。エースの仕事をしましたパトリック。浅田選手ですかね、浅田選手がニアでそらしたボールを素早い反応でしっかりとゴールマウス叩きましたよね、はい、いやー、これストライカーですね。ここで試合終了の長い笛です。京都サンガイシーと名古屋グランパスの一戦、2対1、ホームの京都サンガイシー競り勝ちました。